ながらふるさとの情景を思う女性が主人公。作詞は朝小読み先生、作曲水森秀夫先生による新曲となっています。今年2017年はもう早くも第2弾のシングルになるんですね。でね、この新庄での新庄祭りというのはユネスコ無形文化遺産や国の重要無形文化財にも登録されてるんですが、そのね、新庄祭りの後祭りにて水田龍子さんステージでこの歌歌われるそうです。8月26日の土曜日夕方6時からの予定ということですね。新庄祭り後祭り、ちょっと遠くはなりますけれども、もしね、ご縁があったら出かけてみるのも良いかもしれませんね。お送りしたのは今週